皆さんこんばんは、原田ゴルフ、原田修平です。番組の始めにご案内ですけれども、公式の LINE がもう3000人を超えてどんどんと増えておりますけれども、皆さんに向けてですね、6大特典、お送りいたしますので、ぜひですね受け取ってみてください。無料で、いろんなコンテンツ、 YouTube で見れないコンテンツが見れますので、それとともにオンラインサロンでも今無料キャンペーン中ですから、どちらも無料登録できます。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日のテーマですけれども、ハーフスイングの注意点というお話をさせていただきます。ハーフスイング、私はいつもハーフスイングでゴルフを覚えなさいって言ってるんですけれども、なんかこうやってるんですけれども、ただやればいいと思って、とにかくただ単にこうハーフスイングみたいな、ハーフスイングとかって言って、ハーフスイングみたいになんかハーフスイングじゃないのにハーフスイングになっちゃってる人が結構多いわけですね。ハーフっていうのは半分なんですよ。で、ハーフスイングのつもりみたいになってる方もいるし、半分は半分でしかないので、半分という動きだったら半分の動きの中でこうスイングを、していただきたいというのに、半分のつもりスイング、ハーフスイングでしょとかいう方がとても多いので、正しいハーフショットっていうのをちゃんと理解して、それを練習していただければゴルフ上達します。インパクトゾーンが理解できます。3つのポイントでお話しします。1つ目が軸のキープ、ハーフスイングで大切になってくるところ、これは頭の位置、ここを少し意識してください。ハーフスイングをするときに、クラブヘッドが正しくフォローする、フォローでヘッドがちゃんと出てくる感覚、この感覚がとても大切。これパッティングとかでも言えるんですけども、特にショートパッドになるとこういう方とても多いのが、こうなんかヘッドバットするようにして打っちゃう人、もうヘッドが出ないんですよ、怖くて。だから自分が突っ込んでいく形になるんですね。これ頭の位置がここにいればヘッド出るんですよ。頭の位置がちゃんとここに残っていてくれさえすれば、別にボールを見れとかじゃなくてですね、それは軸を意識できているかどうか。なのでまず何でもいいです、これワンスピード、エリートグリップワンスピードですけどね、こうやって線を引いてクラブでもいいですよ。そこにまたいで、そこにボールを置いて、このライン上よりも頭が後ろに、前に行かないように、こういうふうにハーフスイングするだけでヘッドがこのように前に出ます。ヘッドが前に出ない人は自分が行ってんですよ、だから出ないんですね。これが気づけない。なのでこの線を引いて自分が後ろに行くように、もうちょっと初めこういうふうに体重、右足体重でも構いませんから打ってあげる、こんな練習をしてください。これでインパクトゾーンの練習を繰り返し行う。これだけでまずハーフスイングの感じ、やりたいこと、皆さんが練習したいことっていうのがこれでできます。もし具体的にお話しすると、頭の位置を後ろにしながら、クラブヘッドがこういうふうにね、常に後ろにある状態っていう感覚になりますので、こうクラブがこういうふうに動いていく中で、重たい頭が常にその頭に対してこう引っ張りやっこしてる状態ね、こういうイメージ、こういうイメージ持ってくださいね。だからこうじゃないですよ、ここを固定じゃなくて、ちょっと動かしながらコントロールするようなイメージ。だからちょっとこう後ろ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 って、こんなような感覚になるといいです。そうするとこう円錐振り子になるわけね。だからちゃんとこう頭とクラブがコントロールされている状態で、スイングすること、そうすると少しこう、うまく、頭の位置とクラブが、バランス取り合います。で、本当は頭じゃなくてここの首の付け根なんですけどね、こ
この付け根でコントロールできるように意識してください。そんな感じで打っていただくと、このようなフォロースルーで、このクラブヘッドと自分の頭がこういうふうに遠ざかるような、こういうフォロースルーになりますよ。こう近づかないでね、こう離れていく練習繰り返しやってください。これが本当にできてくるだけで全然変わりますから、この練習してからフィニッシュ取っていくということです。はい、2つ目がね、前傾姿勢のキープです。前傾のキープはここの角度をキープすることですが、特にこう振り抜いた時の前傾キープがとても大切になります。この時に大切なのは右の側屈、潰していく動作、この形ですね。でこの時に左サイドが回転した状態で潰す、この2つの要素が必要です。ですから回転して潰すってことね。この2つをハーフスイングで行ってください。ですから構えてこういう形ですね。ちょっと潰れている状態、そして左のお尻がちょっと見えている状態、これを何回も繰り返しハーフスイングでインパクトゾーンのチェックをしながらやってみてください。結構ねここに来ます。だから何回もやらなくていいんで、っていうのはね、実際こう打った後に少し起こしていいんですよ。だけどちょっとこう確認の時はかなり意識してください。ここでグッと意識して、あ、こんな感じだな、で一瞬この意識を作ったら最後は体を起こして構わないですから、こんな感じ、それを理解していただければ、簡単にずっとやってると腰痛めちゃいますんで気をつけてください。そして3つ目がフェースのローテーションです。フェースローテーションは左手で行ってください。ハーフスイングの時にですね。そしてクラブの可動域は今ここ、バックスイングをしたらここ内側に入ります。そこから親指が一回下に下がってローテーション、こういう感じですね。このまんまローテーションできませんよ。そうするとどうなるかって、肘が抜けちゃいますから、このバックスイングをトップから親指がちょっと下向きます、帰ります、こんな感じですね。これがこのまま立ったまま降りないこと、必ず親指が一回下向く、帰る、この流れ、これをハーフショットでいきます。ちょっとやってみますね。こうですね、ちょっとゆっくりやってみます。そうするとここでくるりと帰る感覚が出ます。これ手じゃないですかね、手を下げるんじゃないですよ。上までトップ投げたらこういう動きありますけど、ハーフスイングなのでないです。ここからいきなり親指がちょっと下向く、この状態から帰るとこういうローテーションが生まれますので、まあ、これを流れるようにしていくと、まあ、こんなような形になります。ちょっとクラブが綺麗にターンしている状態になりますので、ここを意識してください。これで3つですね。はい、ということでハーフスイングの注意点3つ、まずは軸をキープすること、そして前傾姿勢のキープ、そしてフェースのターンですね。この3つのチェックしながら何か1つずつ丁寧にチェックしていただいて、ハーフスイングで練習してください。フルスイングじゃないですよ。これがハーフスイングですからね。でハーフで何度も何度も練習して、あ、分かったなって思ったら、そこからフルスイングはこうです。え、これがハーフ、僕今ハーフスイングしましたとか言われても困るわけじゃないですか。そうじゃないんですよ。これはあくまでもハーフのちゃんと形が作れて、ハーフの動きができて、それからフルスイングだというところ、そのまずはハーフの位置をちゃんと確認して、あ、インパクトゾーンが決まったなと思ったら、それからフルスイングを。ここだ。このような
流れをちゃんと作って練習していただければ非常にいい練習になりますから、ぜひですねチェック、ハーフショットを踏まえて練習するようにしてください。そうするとね自分の動きが見えてきますからとてもいい練習です、ぜひやってみてください。ということでこのチャンネルではね私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですのでチャンネル登録、コメント、高評価をお願いします。あと公式 LINE の登録の方をお願いします。オンラインサロンの方も無料です。どちらも無料で一度中を見れますんで、いろいろな情報 YouTube では見れないいろんな情報が見れます。ぜひ参加してみてください。概要欄から。それでは今日からさよなら。いつも YouTube をご視聴いただき本当にありがとうございます。ぜひ LINE 公式に登録していただいて一緒にゴルフライフをですね楽しんでいきましょう。 LINE 登録方法は動画下の動画説明欄に貼り付けてある LINE URL をタップしてみてください。詳しい特典の詳細を見ることができます。それでは私の LINE でお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それではよろしくお願いします。